はい、どうもショーです。今回ですけどもすごい場所に来ちゃってます。映画ダイナーが今日から公開ということで、それの舞台挨拶をキャストの方たちがされてるんですよね。今その裏側に来てるんですよ。この扉を開けたら僕に主演の藤原竜也さんとか蜷川実花監督とかがおられるというすごい場所にいるんでね、必然的に声も小さくなりますよね。いやーこれね、かなり緊張してます正直。僕のファンの人は分かるかもしれない、僕藤原竜也さん大ファンなんですよ。俳優の中で一番好きな人挙げてくれって言われたら結構真っ先に上がるぐらい、そうですね、本当に好きで、とりあえず舞台挨拶中のところ一瞬だけ撮ってもいいみたいなんで、ちょっと見に行きたいと思います。本格的なフレンチとかの裏はこうなんじゃないかと思って、遠目からでも分かったわ、オーラで。今までテレビで見続けてきた方が目の前にいるっていうすごいことやな。ほんまにもう小学生とか中学生くらいの時からずっと見ときた人なわけやから、 YouTube のこと忘れてちょっと正直感動してますね。 YouTube やってきてよかったなって思う瞬間のこれ一つかもしれん。で今回ね、この後軽く挨拶させていただけるということで、本当にね目の前で藤原竜也を捉えることができるというね、これすごいしと思う。ほんまにちょっと俺マジですごいことです。圧倒されるんじゃないの。シャンクス目の前にした時の白ひげ海賊団の手下みたいになるんじゃないの。アワフに倒れるかもしれない。ハオショウの吐きで前さんとか一般でお前カメラだけ離すねほんまに、お前倒れてもってぐらいの多分ねあれあると思うんで、オーラねあるやろ。でやっぱもう最強っていう俺の中であるから、やっぱもう会いたい五大芸能人挙げるとしたらほんまもう一人間違いなく入っとうから、いやこれはちょっとね過去ないぐらいの緊張感は正直あるし、単純には好きすぎるっていうのもあるから、まあ、いろんな感情があるんですけどね、まあ、なんとか動画上に収めて皆さんにお見せできたらと思います。じゃちょっと待っときやと。控室で待たせてもらってるんですけど、緊張すごくなってきたな。いや今回藤原竜也さん出てもらえるのももちろんすごいけど、それ以外の人もおるから、いやもう豪華な、豪華すぎるわけ。キャストがめっちゃ豪華なんですよ、このダイナーっていう映画。本当に主演クラスの人が7、8人出てるような映画で、僕も漫画大好きで読んでたんですよ。僕は主人公のボンベロとスキンっていうキャラ、傷だらけのキャラがあるんですけど、はい、あとキッド、この3人が一応まあ好きなキャラなんですけど、それぞれ藤原竜也さんがボンベロ役で、スキンが久保田さん、キッドが確か本郷奏太さんなんですけど、単純に映画まず見たいよな。あー見たい。まず映画絶対見るっていうのは俺なんか決定してて、ダイナーってどんな物語かって言ったら、ダイナーって食堂って意味じゃないですか。食堂にボンベロっていうねイケメンの執事みたいな人がいて、そのダイナーは殺し屋しか来ない、お客さんが全員殺し屋っていうすごい設定なんですよね。殺し屋って強いわけですよ、殺し屋なんてみんな強いわけですよね。ただそのダイナーではボンベロがルール、そういう設定の物語なんですけど、でもそこでいろいろね殺し屋たちがお客さんなんでいろいろ問題が起きるわけですよ。でそれをボンベロが制圧するじゃないですか、片付けていくみたいな、そんな感じのね物語で、非現実的なんで映画化とか実写化とかって予測もつかなかったんですよ。それをどういう風にね実写化してるのかっていうのも正直楽しみなところありますね。あーこれすごいな、このなんかほんまに例え方悪いけど注射待っとる時のめっちゃくちゃいいやつみたいなそんな感じ、なんか注射待っとると嫌な感じやん。それのめっちゃくちゃいい時なんやけど、緊張はすぐ測りしてんっていう、人生においてこの人好きやすごいって思ってる人に会えることってなかなかないわけやん。緊張する、本当に光栄なことですよ。いけるぞ、ほぼ待ちなさい。じゃあやばい、やばい、久しぶりにやばい緊張する。 YouTube の撮影でちょっと1に争う、これは緊張するってさ。今回ね藤原竜也さんに僕の愛も伝えたいんですけど、まあ、ダイナーぜひ見てください皆さん。もう当たり前です、見ましょうダイナー。緊張する、ちょっとマジで緊張する。これやばい、マジやばい、普通にこの廊下めっちゃ長く感じる。アイリス様だしだから、アイリス様だし長い、すごい心臓がやばい、心臓が。お願いします。ダイナの公開おめでとうございます。ありがとうございます。わー嬉しい。あーおめでとうございます。ありがとうございます。本物今日ファンなんでしょ。めっちゃくちゃファンです。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃかっこいいっすよ。かっこいいっす。かっこいい。僕ら兄弟なんですけど。あ、兄弟、はい、兄弟揃って俳優さんの中で一番好きなんですよ。やばいじゃん。めちゃくちゃ見てます。やっぱ声がかっこいいっす。声もバトルロイヤル2の時の一番カッコついて、めっちゃ好きなんですよ。本当に好きなんですよ。だからすごい緊張します、正直。何を喋っていいのか分からないぐらい緊張します。いや、本当ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。嬉しい。どこから公開ってこと、漫画も僕も見ててダイナーの映画見たいなっていう思いで絶対見ます。絶対見て、はい、絶対見て。予告編僕20回ぐらい見ました。寝れなくて今日ずっと昨日結構上がってたんで、ダイナーに関連することずっと言いました。